プログラミング未経験、新卒の就職先は s i r ウェブ系どっちがいいプログラミング未経験だが、プログラミングを学ぶ熱意はある人間の、新卒就職先としてはどのような会社を探していけばよいのでしょうか今は例えば、独立系 SIR の三重社を考えています。家に近いという理由と、独立系 SIR ゆえにプログラミングに携われそうなので。また、ヤマロウさんから見て、この三重社という会社は私の現状に合った就職先であると思いますか独立系 CI コール PG できるという私の認識が間違ってなければ良いのですが 趣味のレベルで、プログラミングに興味のある大学生です。これまでに、趣味で、ネットゲームのボット、フリマアプリのスクレーピングツール、を作りました。ただし、付け焼き場のコーディング力で、ゆくゆくは、プログラミングをバリバリできる Web 系ベンチャー企業で働き、自分の技術で食っていけるようになりたいと思っております。しかし、そのような企業は、中途採用の割合が多く、正直なところ、今の私のような PG に経験者が新卒で入っても使い物にならないのではないか、とか、即戦力を求めるので、PG の教育を受けられないのではないか、とつい考えてしまいます。 大手ウェブ系に中途採用で入ることを計画する場合、新卒の就職先としてはどのようなジャンル、メーカー系とか独立 SI アートの会社を選んでいけば良いのでしょうかマイナビ等他の就活サイトや合説に参加してはいるもののいまいち実際の業務内容がよく見えず、どのような会社に入れば PG スキルを着実に伸ばしていけるのかがいまいち釈然とせず、不安な日々を送っています。読者の方から相談メールをいただきました。同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します。 心配と勇気のバランス。ゆくゆくは、プログラミングをバリバリできる Web 系ベンチャー企業で働き、自分の技術で食っていけるようになりたいと思っております。しかし、そのような企業は、中途採用の割合が多く、正直なところ、今の私のような PG 未経験者が新卒で入っても使い物にならないのではないか、とか、即戦力を求めるので、PG の教育を受けられないのではないか、とつい考えてしまいます。実際応募してみて受かるかどうかを試してみるといいのではないでしょうか試す前から諦めてしまっては、何も始まりませんからね。 一社目はどんな会社がいい山郎さんから見て、この三重社という会社は私の現状に合った就職先であると思いますか独立系 SIR イコール PG できるという私の認識が間違ってなければ良いのですが大手ウェブ系に中途採用で入ることを計画する場合、新卒の就職先としてはどのようなジャンル、メーカー系とか独立 SIR 等の会社を選んでいけば良いのでしょうか一社目は SIR でもいいと思います。私もキャリアのスタートは独立系 SIR でした。まずは IT エンジニアとしての経験を積むことです。 経験者になれば、就職先の選択肢は広がります。私の場合、独立系 SIR2 社を経て、ユーザー系 SIR に転職し、その後、フリーランスエンジニアに転身して、ウェブサービスやスマホゲーム開発の仕事に移りました。ソフトウェア開発の基本は分野を移っても応用できます。ですから、まずはどの業界でもいいので IT エンジニアとしての経験を積めれば次へ繋がるはずです。 不安を感じながらも動くコツ。マイナビ等他の就活サイトや合雪に参加してはいるもののいまいち実際の業務内容がよく見えず、どのような会社に入れば、PG スキルを着実に伸ばしていけるのかがいまいち釈然とせず、不安な日々を送っています。SIR の場合、配属される部署やその時に受注できた案件によって、仕事内容が決まるので、運やタイミングにも左右されますが、プログラミングスキルのある人員は基本的には開発職にアサインされるはずです。 ですので、理想的には、1、ウェブ系企業に応募してみる。受かったら入社する。2、受からなかったら SIR に入社する。といった戦略で就職活動をされれば良いと思います。現実の中で最善を尽くし、結果の中から最善の選択をする。これを繰り返していけば、制約のある現実の中で、少しずつ理想へと近づいていくことができるはずです。